バタバタしてたから、でも天気いいから乾くから。そうだね、乾くから。でかいなやっぱり。分かってるのかな。はい、タエ散歩、はい、ということで久々のタエ散歩です。今日はですね、タエ散歩の中でもタエイーツ、タエイーツです。ということでこちらにやってきました。創業明治10年、うなぎ浜松中川屋さん、うなぎ屋さんです。こちらでこちらのうなぎをある場所に運びたいと思います。では行ってきます。今営業時間外なのに対応していただいて、あ、いえいえ、とんでもないです。すごいおしゃれで近代的なうなぎ屋さんですね。ありがとうございます。まだ筋トレしてる中1個です。M リーグスタジオ到着しました。今からここで待って、ルミさんのね、さんと風林火山の皆さんにお届けしたいと思います。行ってきます。メンズはちょっとゆっくり来るねって。あ、まだ来てない。そうだからまだ来てない。
多分6時くらいに来ると思うから。今何時だろう、4時半過ぎなの。ああ。そうね、お酒にいただきます。お酒に、あったかいうちにいただきます。ありがたく、ありがとう。あ、おはようございます。おはよう、おはよう。なんかそのマスクいいでしょう。お前ベッドの上目取れて落ちちゃったの。どうしよう、戻さなきゃ。戻らない。びっくりした。ごめんね。目が落ちちゃった。目が。あのね、これつけてさ、コンビニ入ったらさ、あのすれ違いで出てくるサラリーマンが。そんなに。そうなんだ。人のマスクそんな見るんや。ね、あんま見ないか。なんかね、あの本当になんか人にこうやってちょっとマンでこうやって、あ、人が来たからちょっとよけみたいな。面白かった。食べる？食べるよ。あったかいうちに。あったかいうちに食べる。いただきます。え、もう食べていい？食べていい？本当にいいの？手を取り合ったら手を取り合ったら、そうなんだ、化粧してないけど全然いいよ。あ、別に確かに。そうそう、なんか数人晒したぐらいでなんか減るような登録者数だったらいいと思う。ドスッピンですか、何か。おーい、お漬物もついて。うなぎ、うなぎ、浜松中川屋、うなぎ、じゃーん。おお、うなぎが大きい。うん、そう、すごい。2つ食べたい。え？もう食べたい。まだ食べてないけど2つ食べたい。もうもはや。うわー。食べよう。ありがたい、ありがたいな。ありがたい、ありがたいな。大きいですね。これは結構な。いいうなぎ、結構都内で食べたら結構取られるうなぎですよね。こういうお弁当系でこんなに大きいうなぎはなかなかない。確かに。だってあれでしょ、多分お弁当じゃないんだよね、お持ち帰りなんだもんね。なるほどね、うん、お弁当系はお弁当じゃないの。もぐもぐたーい。もぐもぐたーい。このためにわー、起きてから食べてないわけだから。わー、いただきます。どう？うん、いただきます。うまっ、めっちゃうまい。大体のうなぎは美味しいけど、うん、これは特別美味しい。美味しい、美味しいです。うまい。ま、お店で全然違うよね、うなぎは。うん、本当にめっちゃ美味しい。ふわっと柔らかいかな。これはもう勝又先生もにっこりだよ。ご飯の量がすごい多いね。うん、うまー、めっちゃうまい。うまい。タイちゃんがうんうんしてる。こんなに美味しいうなぎを食べられるなんて。こんなうなぎ忘れてもらったら今日は2連勝しないと。本当だね。それ許される。先発アルミさん、サクッと2連勝してくるわ。おお。ちょっと大連投資がしたらいいよ。OK。 いや、トップラスだ。おいしい。去年は松橋さんの連投に行ったんですけど、うんうん、今年はどうなんですか、ね、そういう作戦。いや、なんかこの間、昨日囲みで監督が言ってたけど、去年は気を蹴らったことをいっぱいやってたけど、今年はあんまりそういったことはしないで、シンプルに選手に任せますみたいなことでした。やっぱり去年は気を蹴らってたんですね。それは
ぜひ皆さん見てくださいね。一緒に応援しましょう。じゃあね、また。